SYK 新設最有機は2009年8月20日にアイディアファクトリーから発売された PS2 を恋愛アドベンチャーゲームで最有機をモチーフとした乙女ゲーム作品。2010年3月11日にファンディスク SYK 連先でが発売。同年7月29日に PSP 版 SYK 新設最有機ポータブルが発売。 2011年4月21日に PSP 版 SYK 連先伝ポータブルが発売。新設最有機現状返事は後に党と呼ばれることになる時代の中国。天界、明界、地上界の境目が曖昧となり、明界からやってきた凶暴化した妖怪たちが人間たちを虐いたげる混沌とした世になっていた。小さな寺院でひっそりと暮らしていた。 主人公の前には、ある日突然天界の仙人である、観音菩薩が現れる。観音菩薩によると、主人公の手のひらに生まれた時からある、その技のような紋章は、三蔵法師の証であるというのだ。三蔵法師とは、圧勢や貧困に陥った当世を救う、救世主として伝承されている者の,の名前。突飛な話に戸惑うが、もともと乱世に心を痛めていた、主人公は、 要救う書物であるとされる、経典、を得るため、展示区域を決心する。旅の友として出会った、悟空、八海、五条、玉竜。一筋縄ではいかない個性を持った彼らを扱うのは、至難の豪だった。日に日にため息をつく回数が増え、次から次へと起こるトラブルを解決したり、しなかったりしながら、旅を続ける主人公。 天竺に近づくにつれ、明かされていく旅の真の目的とは、地上界だけではなく、天界も明界も巻き込む、三蔵法師の旅、の意味は何か。数々の事件に巻き込まれながら、一行は真実を求めて、天竺を目指す。ありがとうございます。